スーパーファミコン味。はい。ありがとうございます。でよっ。どうも、はじめです。お疲れ様です。お疲れ様です。Nさん。毎回あのどうもはじめですの時に天井やりますよね、はい、当たっちゃうんですよね。当たっちゃうんですよね。当たっちゃうんですよ。今日はですね、はい、僕アメリカに在住しているんですけれども、そうです、ね、今ね日本に帰ってきまして、うん、日本の YouTuber さんがやってる、うん、ある企画を、はい、今日はやりたいと思っております、はいはいはい、題してお願いします。お願いします。俺かよ。びっくりした。お願いしますとお願いしますで返されたわ。お願いします。いきますか。はい、せんべろ企画よっ。セブンイレブンで、1000円ギリまで使い込んでみたっていう、ね、酔っちゃいましょう今日は。そうですね、はい、はい。ここ車の中ですけど、はい、日本はね、うん、あの車の中で飲んでいいんですよね。そうそう、前も言ってましたよね。運転手の方はもちろんダメですけど、うん、あの助手席とか後ろにいる人はまあ一応お酒は飲むが大丈夫と、うん、公共の場で飲むのは問題ない、うん。というわけで今日はね、1000円前後でセブンイレブンで、うん、お酒やらおつまみやらを買ってきましたと。そうですね、それを紹介しながらね今日はねちょっと一杯やっちゃおうかなと、はい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 、っていう企画になっております。1000円でどこまで楽しめるかっていうね。目になんか入りました。大丈夫か。大丈夫か。ガチで何か入りました。企画の外で面白いことするのやめてよ。福岡リビングライフ。まずはですよ、はい、ビールでしょう。ルービーですね。ルービーです。こちらサントリーザブリュー。おう、 70% オフ。これセブンイレブンブランドなのかな。うん、そうみたいね。あんまり こちらのお値段、うん、100円です。あ、違う、ごめん。114円。ビール飲める114ね。ねえ、114円で言えてないやんか。疲れてるのよ。一旦行きましょう。そうですね。いい音だわ。うん、美しい。疲れてる。乾杯。キャー。キャーってなんなん。キャーはなんなん。ビールだね。うん。はじめさん、それ 70% オフっていうのは何が 70% オフですか。ラブ。バカかお前は。ラブが低いのよ。 70% オフしてるんだ。オフしちゃった、うん、なそれ114円。まあそう、なるほどね。そうですね、うん、ラブは金だから、うん、ラブイズマネー。そうですね。酒がうまいね。え、これセカンドなん。メインですよ。いやでもほんと美味しいね。110円でさ、うん、ビールが飲める時代ですよ。まあその発泡酒、いわゆる発泡酒なんやろうけど、なんかあれなんでしょ、その発泡酒とはまた違うビールみたいなのが、サードビアみたいな、そうそうそう、そんなのがあるという話を聞きました。はい、そうらしい。第三のビールってよく言うけど。そうそうそう。何それですかこれは。そうなのかな。俺飲んでないし分からんけどね。お酒飲まんしね。お酒飲まんし普段から。ちなみにアメリカのビールって、うん、全部発泡酒らしいわ。あ、そうな。なんてビールのを作る工程で作られてるビール、うん、なのかなっていうのは本当限られてて、ハイネケンとかはバドワイザーとか有名よね。そうそう、ああいうのは発泡酒らしいよ。あ、そうなん。らしいよっていうだけで、うん、違ったらカットしてちゃんと。ちょっとね調べられないけど。ね、らしいという話だけど。ちょっとね長くなりましたけど、はい、おつまみの方、はい、ご紹介させてください。待ってました。はい、さあね、酒につまみは大事よ、うん、今回のおつまみ、はい、ご用意しました。サラダチキン。そうそう、よくね筋トレとかする人とかアスリートとかはね、サラダチキン、そう、美味しいっていうしね、これね食べたことないけど、うん、俺もないけど。そのないからこそ素のリアクションとかがさ。なるほど、確かにね、うん、糖質ゼロですよ。糖質ゼロ、糖質ゼロ。さっきの70%オフもさ、糖質 70% オフでしょ。あ、そうです。ねえ、そうですよ、はい、めっちゃ普通に書いてあるもんだって。普通にでっかく書いてあるもん。アスリートになろうとしてるんですか。なんていうか、そのアスレチ
ック的なことではなく、うん、な人生のアスリートをしっかり完走していこうかなっつって思ってる。セカンドこれ。これ食べよう。こっから開けるね、うん、汁ビヤーとかいかない。いやそれはね俺は知らない。俺が聞きたいよ逆に。そう、ね、これね食べてみたかったのよ。食べたことなくて。アメリカにもでもあるやろ。いや、まあ、こういうのはないよね。ないのかな、まあ、近いのあるのかもしれんけどね、うん、いただきます。サラーチキン。あうまいですね。鶏の味が濃厚、ずっとパッサパサと思いきや、うん、しっかりなんかジューシーさがある。おいしい。見かけはそんな感じせんけどね、うん、なんかすごいケミカルな味かなっていう気がしたけど、ね、もうチキン。へえ、これはみんなハマるわ。うーん、あ、ビールに合いますね。合いそうですね、はい、でもねちょっとね味薄いかなと思ったわけ俺これ。うん、プレーンですし、あ、こぼれた。こぼれた。ティッシュ、ティッシュがね、多分ね。サラダチキン。はい。物足りないかなと思いまして。はいはいはい。こちら。サラダチキンに振りかけるザクザク食感オニオンガーリックスパイス。ありがとうございます。ありがとうございます。簡単手作りおつまみって書いてあるし。ああ、はいはい。もうまさにこの企画のために。そういうことですよ。これ1個にこれ1個らしいよ。結構な量やけどね、これね。うん、ほんとだね。どうですか、匂いは。おお。すげえドリトスの匂いがする。確かに、うん、お菓子のかけてみよう。結構な量だよ、これ、うん、めちゃめちゃあるよ。これほんと1袋に1個。いや、俺絶対違うと思う。あ、電子レンジかけるらしい。そうよね、何らかそう、このままダイレクトにドンじゃないはずやもん。あ、ちょっと分かるかな。こんなこぼれすぎ。こぼれすぎ。今ダバダバダバってこうなって。じゃあいただきますね。うん、あんまり味せんのこれ。じゃあもうすごい強烈にガバッとかけていい。これが正解なのかな。個人的には、うん、サラダチキンのままの方が好きかもしれない。まあこれはこれちょっと、まあ、味変的な感じで、はい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 、これに飽きた人はいいかもしれないですね。サラダチキンだけでしっかりもう味がついとるけん。そう、見た目はほんとプレーンって書いてあるけど、もうパッサパサで何味もしないのかなって思ったけど、そうでもないんだ。早い。ありがとうございます。食べてみます。これあのできればねプレーンの状態でまず欲しかったな。うん、どげんねん。今ダバダバって落ちたこの液体は何らかの出汁が効いてるね。ジューシーやし、うん、そうしつこくないけどね、奥行きのある味ですよね。ある、あるあるある、奥にある。うん、何がある。あのね、奥に味を超えた味があるよね。いや、その奥行きってことだからね、あのスーパーファミコン初めてした時、わすげえ 3D だってなったやろ。ああ、なるほど。あの時の感動があるよね。マリオカートすげえってなったもんね。なったね。なったよね。確かに、うん、あれがここにある。あれがここにあるよ。あのスーパーファミコンです。これはスーパーファミコン味。セブンイレブンのサラダチキンは、はい、スーパーファミコン味。はい、ファイナルファイトした時、わすげえリアルだと思ったもん。でよっ。なるほど、置いてきぼりよ。ここすぐ笑ってない。いや、あの言わんとこうと思ったけど、うん、なんかつい我慢しきれんでさ。そう、それが言いたかったがためにファイナルファイトって言ったでしょ、多分。いや、それでよっ。一応説明だけしといてもらっていい。誰の真似か。身内ネタになっとる。違うよ。今日はセンベロの企画。そうですね。そう、あのファイナルファイトのマイク・ハガーの真似の企画じゃないですよね。違うね。俺たちが中学生の頃にやってたモノマネのあれじゃない。なんなんダブルラリアットって。続きまして、続きましょう。お酒、はい、
こちらアサヒクリアクーラーストロング 9% です。はいはいはい、流行りの 9% のアルコール、はい、さっきは 70% オフ、今度は 9% で 9% でございます。しかもこちらお値段はい100円。めちゃめちゃ安くない？絶対やばいの入ってない？やばいよね。チキンね。うん、このふりかけいらんな。いらんよね。うん、あ、おいしい。ちゃんと 9%？ しっかり 9%。 おー、混じりっけなしの 9%。 100% に近い 9%。 混じりっけなしは 100% だけどね。あのよくあるストゼロ、うんうんうん、あれと同じ感じ。へえ、じゃあお得、だいぶお得に飲めるんですね。今だいたい500〜560円。うん、半分ちょっとよ。そうね、それでもこんなに贅沢な感じ。はいはいはい、はい、どうしますよ。そうか、まだ半分ちょっとか。うん、まだまだいけるね。すいません、なんか、いや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 、もうはじめさんのね、そういう幸せそうな顔見れれば。くぅ。本日2度目のくぅが。いや、俺思ったけど、はじめさんくぅ、くぅやん。はい、はい、俺デアで行こうかな。何か食ってデア、何か食ってデアでさ。じゃあちょっといいですか、これのレビューもう一回しようか。そうそうそう、うん、あのサラダチキンを食べての、そう、サラダチキンを食って、まあ、うん、フレームの外ですけど今から食べますんで、はいはいはい、うん、お願いします。そうですね、食べてデア。いや、肉を取ったら体力回復するやんか。落ちてる肉を拾ったらさ回復するね。回復するよね。あ、その出会いだね。ダブルラリアットの出会いじゃなくてね。ダブルラリアット、 Y と B でさ同時押しでダブルラリアットやんか。それ連発するとだんだん体力削れていくやん。体力、自分の体力を消費してあのダブルラリアットするって。あれそうだったっけ。あのダブルラリアットもそうやしさ、あのもう一個のコーディのあのなんか竜巻旋風客みたいなやつもさ、ガイじゃない。あ、ガイはね、あのスーファミドじゃ出てない。あー、そう、ガイは忍者なんですよ。あ、なんか竜巻旋風客やる。そうコーディだから。名前覚えてないわ。違うのよ、今日は違うのよ。あの、そうよね、センベロ。うん、じゃあ最後つまみいっちゃおうかな。そうですね、うん、あのね、でっかいのがあったから。はいはいはい、まああと400何十円か、400、そうね、40〜50円あるんで、うん、このストロングゼロ 9% に、はいはい、あ、おつまみ、はい、買ってきました。ご紹介させてください。お願いします。ありがとうございます。これめちゃめちゃ合うと思うな。多分この動画が出た次の日、うん、バカ売れすると思う。マジで。はい、よろしいですか。はい、ワンピース95巻。福岡リビングライフ。これ見ながら、これ見ながら酒飲んだら最高よ。95巻出とったもん、最新刊。なんでセンベロ企画で漫画を買うんですか。いや、センベロってあるでしょ、1000円でいかに酔えるか、うん、そうね、飲み物と食い物だけじゃないんだ。あ、みんなさ、うん、なんか食べ物とか、うん、酒とかでせんべろとか言うよね。そうね、肩にはまりすぎ、うん、ってこういうことよ。これがせんべろでしょ。逆光で読めてないと思うけど大丈夫かな。終わの国に言っとるもん。最新刊、え、ストルマの国って全然、ごめん、これ全然わからん。以上なんですけど、以上。今日は以上です。そうですね、あの今回、まあ、セブンイレブンで、はい、センベロということでですね、そうですね、あのいろいろやらさせてもらいましたけれども、あの1000円でベロベロになるというよりも、はい、あの1000円でどこまで楽しめるかっていう。いや、最後、そうですね、もしワンピースに、はい、ハガー市長が出たらお願いします。では。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.
出よ。これはね、後でゆっくり読ませていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。